ただね、一応新しい試みとしてね、これちょっとカメラがね、動いちゃうかもしれませんけどね、一応、ここでね、この角度で、三脚にね、一応固定してね、行きたいと思います。割とのろく行きますね。あんまりガタンガタンでカメラ倒れちゃうかもしれません。もう倒れましたね。飽きませんな、もう倒れましたね。ね。押さえてるとね、ちょっと大変ですもんね、運転するときにね。ね。なので、これでね、ちょっと頑張ってみたいと思いますですよ。ねえ。じゃ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 ん、じゃ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 ん。ね。はい、大丈夫です。じゃあトンネルに、突入ざます。もうトンネルですからね。ね、シートでね、このなんか、ね、ちょこっとだけ固定してあるんですけどね、あやふやですからね。ね。あ、長い、これ真裏トンネル。長い、真裏トンネル長い。ねえ。まあこれ本当にね、海岸沿いをね、ずっとこう、行くのでね、もう怒涛のこの海岸のね、能登の、もう、あの、道というかね、そういうのがね、もうもろに見えますね。さあ、出口に近づいてきましたね。あんまりスピード出すとね、あれですからね。スピード控えめで頑張りますからね。パーッと、うわ、こういう、ああ、これもあれですね。ポケットパークです。みたいな感じで涼しいになりましたね。はいはいはい、すごいですね。こんなような感じで行きますね。ねえ。カー君もいますけどもね。見えますかね。ねえ、かなり雄大なあれですもんね。真裏町なんですね、これはね。ねえ、ザー。まあ、こういう感じですね。こういうね、感じでずーっと少しだけね、楽しんでみましょうかね。向こう側もすごいあれですもんね。今度は大阪トンネルかな、愛坂トンネルかな、またトンネルね、なりますけども、かなり長いトンネルですもんね。長いトンネルざます。もうちょっとしたらね、ちょっとね、切るざますね。まあだいぶね、この撮影しましたので、雰囲気分かっていただけたかと思うんですけどもね、今左側のね、方にすごく、海が開けてますからね、あ、こんな感じですね。これもまあ本当に心洗われるというかね、いいですね。今あんまり岩とか見えてませんもんね。ね、見えてないざますはね。あ、ちょっとうちとかね、あ、道の駅鈴。塩田村ね、鈴はお塩がね、塩田というのがあってお塩があるね。あ、でもやっぱりもう夏が終わってね、まあ当然ですけど、あんまりみんな泳いでなくてね、あの海もちょっと黒くなっててね、まあ8月31日ですからね、雄大といえば雄大なんですけどもね。でもまあかなりあれですもんね、やっぱりね、孤独っていうか寂しさを感じますね。茅ヶ崎 28km もありますからね。そ、だいたい 28km のところに今日泊まるわけですもんね。うんね、ここら辺は間垣というのもあんまり見かけませんね。ね、ずーっとね、こんなのがやっぱり10キロぐらい続くと、その、ね、ちょっとしたあれがあるのでね。これは、ソルトパークって書いてありますね。ソルトパークということは、お塩の公園ね、塩街道って書いてありますもんね。まあ、綺麗にね、いろいろ、用意というかね、綺麗と、これが塩田村ですね。鈴塩田村。ね、観光バスがちょっと止まっておりますからね、結構賑わってるんじゃないかと思いますし、あらあらあら、お道路にね、あら、今日はなんか、あらあらあら、これなんかやってますね、これね。
お塩ね水揚げしてるんですかね。ねこんな感じでね、ねザーザーザーときますので、じゃあちょっとカメラはね、なしにね、します。これがあれですね、中部北陸自然歩道六甲先を巡る道と書いてありまして、まあこういう風にですね、ちょっとね読めるかなね、今現在地一番左側ですね。で木の浦県民休暇村のと木の浦層とかね、ずっと行ってこういう風に行ってのろし園地の六甲崎灯台まで行くんですね。ちょっとこれはね、全部歩くとね1時間2時間30分ぐらいかかるので往復5時間ですもんね。少しだけ行ってみたいと思います。ではバババーン。こっからかな、一応木の浦八重城まで行ってみましょうか ね。あっちの方にねテレビでもね紹介された椿茶屋っていうのがあるんです ね。結構車いますもんね。じゃあちょっと行ってみましょうかね。まあ 500m ですからね、海の見えるとこまで行ってみましょうね。これはなかなかいいですね。降りていくというよりも上がっていきますもんね。海は降りていくんじゃねえのかなみたいな感じに私思うんざますけど、どうなんでしょうねこれは。よいしょよいしょ。コースとか張ってますもんね。こう海まですごい距離がありますけど大丈夫ざますかね。海浜遊歩道ですからね。こんな風に見えるんですねこれ。ねえ、これ全部海ですからね。わかります？ね。水平線がねここら辺の真ん中にあります。まあいいとこですね。すごい昔に泊まった木の浦国民宿舎木の浦荘のね近くなんですけどね、木の浦海岸っていうね。えこんなとこ真夜中に来たら本当に不気味ですね。大箱のようなのが、ね、下にいっぱいありますね。やっぱりひんやりしていいですね。うっそうと茂る竹やぶですね。こういうところでもね気をつけないと落ちたりしますからね。中高年は要注意ですね。お、これは何でしょうね。これはキノコですね。ね。これは毒キノコでしょうかね。まもなくね、このバッテリーがやっぱりなくなるんじゃないかと思うので、ちょっとね、なくなったらね、予備がないのですみませんね、ということでね。なるほどなるほど。ここでちょっと下りになりますが、あ、ここでね一つのビューポイント。うわすごいすごい、ごほほほほ、嘘これどう
どうなってるの怖これ足元見てください、これですよ、ね、ちょっと立体感がないかもしれませんけど、これすごい、もう下でね、今私の足までここにありますが、これこれこれ怖い、これちびっちゃいますわよ。これ降りてけってわけじゃないでしょ、行き止まりこれこうすごいですね、これどんぐりみたいなのがいっぱいこれできてますもんね、これどんぐりですよね、これ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 ね、みんながねえ、この猛戦ゴケみたいに映りますね、これどんぐりざましょう、これ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 ね、あまり撮っちゃうといかんけど、これこれこれ撮っちゃいました、これほらほらほら、ねえ、これこれこれ、おどんぐりざましょう、あなたねえ、こうねえ、これちょっとポケットに入れてきましょうね、いやびっくりしたな、これこんな、あなたワイド劇場に出てくるような垂直なおがけざましょう、こう足ほんと震えますよ、これこういう風にね一周してるんですよ、これあそこのこう、あの道路からね、路肩が回りませんよ、車で来ましたけどね、これはびっくりこれはあなた、こんなところに来たらね、あなた恨みのある人と一緒に来たら突き飛ばされますよ、だってこれカメラ分かりますかね、これ海岸までもすごい、これ200メートルぐらいありますよ、空中で斜めにこれ、ね、そしてもうこれこれこれめちゃくちゃ怖いざますよ、これ今カメラこれほとんど垂直に真下に向けてるんですからね、これが僕の足ですからね、ねえ、さすがに足がすくむとはこのことですね、あ、怖い正直こんな言葉を都合取る場合あらへんがこれはですね、しかしまあこうやって車が走ってくる 音ざましょうかね、これ三脚持ってきたんですけどね、これは、はあ、ここから来たんですけど、ちょっとねカメラ一回ここでねオフにしてね、スマートフォンでね写真撮ります、ではとりあえずねこれはもうここで当然行き止まりですからね、引き返したいと思いますね、途中にだから分かれる道があったんでしょうね、さっきのとこかな、はあ、びっくりしましたね、これ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 ね、こんな風にあなた下に向かってる蚊が来ましたね、蚊もいっぱいいるのでこれ蚊に食われますね、下手するとね、あ、涼しいとはいえ夏ですもんね、ここかな、これが向こうに多分行くんでしょうね、ね、まあこれはとりあえずここに置いといてですね、一応戻りますね、ね、あんな絶景のビューポイントを見たのでね、とりあえず行く必要ありませんね、キノコがねこうやって見るとキノコが生えてますね、あんまりよそ見てしてるとね危ないので、いやびっくりしましたねえ、言葉がございません、このようなねえ、帰り道はね結構早いですけどね、ふう、うん、なるほどなるほど、うん、蚊とかにね食われないようにしないとね、まあ、これはねそう楽しいものでもありませんがね、あの戻るだけですもんね、もう来たすでにね、これなんかすごい可愛い花がありますね、これは何でしょうね、これ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 、ん、これかこれだ、これこれ違う、これだこれこれだこれだ違うとこを撮ってしまいましたけどね、ピント合うかな、まあ、これも、あ、これですね、
後ろにピントが合っちゃうのかな、ね、さすが寝てないのでねフラフラしますが、ちょっと目が覚めちゃいましたね今のね。本当にびっくりしました。本当にねびっくりしました。渦巻峠とかいうのもね、この前中村雅俊さんがね出てるやつね、中村雅俊さんもそこから落ちちゃうっていうあのワイド劇場みたいなのやってましたけどね、渦巻峠って本当にあるんでしょうかね。そんなようなもうすごい崖でしたね。これはびっくりでしたね。本当はね、まあ、時間があったらのお茶屋さんにね行きたいとこなんですけどね、お茶屋さんあれですからね、なかなか時間がありませんもんね。宿に一回電話をしてまた帰り道ねこの映像をね撮影したいと思いますよ。あ、もう帰り道あっという間です。すぐもう着きましたね。じゃあちょっとねここでね、テープを止めさせていただきますね。お手洗い行ってきたいのでね。ね、これがね戻ってきたね能登、半島国定公園でね、そしてまあここにね国定公園の概要がちょっと書いてあるんですけど、これ全部読むと大変ですからね、ちょっとさすがに疲れておりますね。ここですね、木の浦、これはねちょっとね海よりあの遥かに高くなっておりますからね、ねちょうどねこれはまあこれ今方向としてはね太陽真上にありますけどね、やがて落ちるんでしょうかね。それはねバスがやってまいりますけどね、ジューンと来てこうなっておりますね。ねここにね方向がね書いてありますね。こういう風に、ラケット、ラケット道路とかねわけわかりませんけどね、千本桜でこう真裏海岸ですね、そして道ヶ崎、徳安の海、日本海ね、そして七つ島と、これがあなた舳倉島でございますわよ。ね。45キロ、北西、海上約40キロ。舳倉島ね、バードウォッチングの聖地と言われてますもんね。